はい、どうもこんにちは、ティム・クーリーのティムです。結構お前で始まってる。いや、なんか今日は何の動画を撮ろうかちょっと迷ってて、でもなんかもうシンプルに最近ほんまになんかみんなと喋ってなさすぎて、なんかもう頭に来るものを適当に喋り垂らし流したいと思うんですけど、まあ最近みんなご存知の通りね、俺は関西にいて、もう来て、なんやろ、今日の時点で、3週間？もうほんと1ヶ月近くなったんですね。で、その、どんな3週間だったか、そしてこれからのちょっとした予定を、ちょっとみんなにばらまいてって感じで、今日はちょっと話していくんですけど、まあ、ここ3週間はもう、ほんまのほんまのほんまのほんまに、スーパー恵まれました。もうね、なんやろ、年末にさ関西行って帰ってきた時も同じこと言ってたと思うねんけど、なんかほんまにそんな感じ、なんかその幾千倍恵まれた。なぜかというとですね、その、まあ、僕の我ながら誕生日が1月27日にあって、で、まあ、三枝家とねホテルに泊まり行ったとかそういうのは見せたんだけど、その当日にミギワチャペルのみんなが本当に集まってくれて、プラスイスラエル人の友達のケレン、アディも来てくれて、なんかもう本当に、なんやろ、もう心から言うけど本当に言葉で表現できない時あったね。もうほんまに祝福すぎて、なんやろ、本当に神様に感謝する。もうあんな素晴らしい誕生日過ごしたの覚えてないし、今まで素晴らしすぎる3週間。本当に俺が必要だった交わりも励ましもみんなからもらって、なんやろ、あ、もうほんまハレルヤとしか言いようがないですね。でですね、これから俺がどこに行くのかということをちょっとみんなに喋りたいと思うんですけど、ついにですよ皆さん、私ジェームス・ティモシーは沖縄に行くことが無事決定いたしました。かっこほんまに、なんかこれまではさ、行く行く詐欺もうずっとしてきてたやん。でも何回みんなに欺いて嘘ついて失望させたかというのはちょっと考えたくないので置いとくんですけど、沖縄といってもですね、最初は宮古島というほんまに南の南の南にある、もう盛り上がってる島があるんで、ちょっとそこに行きたいと思うんですけど、2週間ぐらいかな、宮古島で過ごしてから本島に行こうと思ってるので、本島にいる期間は2月の後半から3月の前半ぐらいの3週間ぐらい本当にいようと思ってるので、なんかもしほんまに、なんやろ、社交辞令ではなくて会いたいと思ってくれてる人がいれば、もうぜひ連絡ください。そうやな、3週間ってほんまに短いから、行ける教会とか礼拝もめっちゃ限られてると思うねんけど、ぜひ連絡くれれば、日曜日じゃなくても会いたいし交わりたいし、なんやろ、止めていただきたいし、一番重要そこ、はい、ぜひ止めていただけるような方いたら、もう遠慮なく、もうほんまにもうそれだけの言葉をいただいたらどこにでもついていくと呼ばれているので、ほんまによろしくお願いします。はい、ウキウキですね。まあ確かにベストシーズンではないという声が今聞こえてくるんですけど、でもそれも別にええねん。なんかほんまの目的は、なんやろ、もう交わることが目的だし、みんなに会うことが目的やから、別に寒くたって海入ればいい話やし。というわけで、すごい前日になって、もう明日行くので、前日になった今、ほんまにワクワクウキウキポキポキしています。今もうハレルヤですね、実感が込み上げてきました。マジで行くんやみたいな、もうこれまでさ、行く行く詐欺しすぎてそれに慣れて、なんかもう結局行かないみたいな感じになってやんか。でもほんまに行くということでね、ワクワクしてますという感じですかね。もう宮古島ではもうほんまに、なんやろ、のんびりしようと思ってます。もうシンプルに、もう関西はもう大都会すぎて、もう都会ライフにちょっと一旦疲れたということで、もう大自然の中で神様の創造を感じ、海に泳ぎ、イルカのようになって魚より速いと呼ばれている男なので、もう泳いで、なんやろ、もうほんまに自然を楽しんで、のんびり神様と時間を過ごせればなと思っており、マティそのぐらいですかね。というのが今見えてる、ちょっとした未来ですね。で、まあその後に、俺の愛する弟がいる北海道とかに行けたらなってちょっとポロポロ思ってるので、まあ、そこははっきりしてないので祈りながら、そしてその後には今度外国にイスラエルに行ったりね、もうほんまにエキサイティングな年です。もうね、主は何を今年してくれるのかという、もう期待しかないですね。だからほんまに
旅しながらでもちゃんと動画を作ってみんなを励まして、そしてみんなから励まされて、なんか本当に俺に与えられてる使命をなんか忠実にできたらなっていう、本当に心から思います。はい、そんな感じですかね。だから相変わらず祈ってくれたらほんまに感謝です。いつもみんなからの連絡も励まされてるし、これからもよろしくお願いします。そうやな、今現在的なニュースで言うとな、トルコでめっちゃ大地震あったやん。でも死者の数がほんまにもう1万人いくぐらいで、あもうほんと心は痛みますね。でも安さん自身も地震は来るってもうはっきり言われたから、うん、落ち着いてその時が近づいてることをなんかほんまに認識して、でもそれでもこの地震によって被害を受けてる人たちのためにほんまに祈る必要があると思います。必要なクリたちがその現場に送られて、今一番その人たちに必要な福音が述べ伝えられて、必要なサポートが与えられてっていうのをほんまに覚えて祈っていきましょう。イスラエルもね、率先して軍をそのトルコに送ってるっていう話なので、まあ、その中でもイランの軍とかも来てるわけやから、そこでの衝突がちょっと心配されてたりもするねんけど、まあ、このイスラエルの軍たちのためにも祈る必要あるし、まあ、必要なサポートがほんまにな、その被災者たちに与えられて、まあほんまに神様の計画がなされていくことを祈りましょう。はい、今住んでる世界はほんまに完璧じゃないから、地震も起こるし津波も起こるし、まあほんまにいろんなな、まだなんでって思うようなことがたくさん起こるかもしれへんけど、でもそれでも神様は主であって全てを治められてる方やから、もうそこはもう信じ切って、もう何やろ、どこやったっけ、ローマ人の手紙かどっかに、その創造自体も本当に主の再臨を待ち望んでるみたいなこと書いてあんねんな、はっきり覚えてないねんけど、だからその完璧な、もうそういう崩れることのない世界っていうのはほんまに近づいてるから、もうそこに望みを置きましょう。もうこの世にいる時点でもう完璧はないから、そうやな、俺らなんでと思うようなことはたくさん起きてくる。でも大丈夫です。 God is in charge, God is in control。 神様は、うん、全てをコントロールされてるから、パニックする必要は全くありません。ハレルヤ。だからその人たちのためにぜひ覚えて祈ってほしいと思います。そして僕のこれからの宮古島沖縄での時間もほんまに祈ってくれたら嬉しいです。そしてもう何回も言いますけど、もう関西で出会えた皆さん、もうほんまにハレルヤ、もうね、宝物です。もう関西はガチで、もう口だけで言わへんで、これほんまに思ってんねんけど、関西は本当に俺のホームタウンみたいな感じです、今マジで。だからなんやろ、全然別れ惜しくないというか、もう絶対すぐ戻ってくるっていうのはもう分かりきってるので、そこまで悲しむことなく、またね、みんなと再会できるのを期待して楽しみにして旅立っていきます。ハレルヤ。皆さんほんまにいつも感謝してます。主に栄光を返します。もうそれだけ、全部神様の栄光。ハレルヤ。見てくれてありがとうございます。 Thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. Ciao, ciao. Bye bye.